皆さんこんにちは、こんばんは、グリーンバイブスマンです。改めてグリーンバイブス4月9日に、オープンさせていただきました。来てくださった皆さん本当にありがとうございます。僕が思ってた以上にたくさんの方が来てくださって、正直びっくりしているところでございました。こんな感じで、オープンの前夜はですね、いろいろ仕入れた植物だったりとか作った鉢だったりとか、こんな感じにディスプレイをさせていただきました。ちょっとね、オープン前日の昼間に撮った動画をまずご覧いただければと思います。それではどうぞ。まずこんな感じで入ったら、ドーンとなってですね、左側にはアグレワ沼とかアロカシアとか、で真ん中とかには、クテナントとかモンステラがボーンと置いてあったりとか、右側にはマランタとか、そういったものとかが置いてあったりします。これ、ね、結構配置を考えるのとかも面白くて、どん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 これからも、パワーアップ、なんて言うんでしたっけ、パワーアップじゃなくてなんて言うんでしたっけ、そういうやつです。はい、という感じでこんな感じでね、いろいろとまず初日の仕入れはこんな感じに、まあ、グリーンネックレス、グリーンネックレスとか、いろんなネックレス系を置いたりとかもしておりましたし、真ん中の方には、フィカス系だったりとか、いろいろシフレラ、ハッピーイエローだったりとか、いろんなものを仕入れさせていただいておりました。で、僕のめちゃ推しはこのスキンダプサス、これちょっと後日オンラインで限定販売しようかなと思っておりますけれども、で一番奥側に行くとこんな感じに見えてる感じですね。はい、で僕の大好きなホヤだったりとか、またカラテヤがあったりとか、あとはハンギングのものだったり、オリジナルの鉢や、仕入れた鉢もございます。はい、まあ、4月9日にオープンして、土日と、営業させていただいた次第なんですけれども、ご好評いただいて、結構鉢とかも、在庫が少なくなっている状況でありますけれども、どんどん作っていく予定です。で上のね、グラスポットも結構やっぱり人気高いですよね。はい、こんな感じですね。で、ここら辺のカラテアとかもやはり人気が高い植物ですよね。もう僕も見てて立派だなって思いながら、カラテアはやっぱり存在感があるなって、部屋にね一つ置いとくだけですごいインテリアグリーンとしても楽しめるものになってくるかなと思います。ペチラリスがあったりとか、ティネケが置いてあったりとかで、床は、ちょっと金継ぎが入ったようなデザインになっています。これちょっとなんで触ったのか覚えてないんですけど、あとはゴールドコインとかもありました。あとはこの辺はまあサンキャッチャーですね。僕結構サンキャッチャー推しなので、このプリズムがねファーってなるのがめちゃくちゃおしゃれな感じで、まあ、海外っぽい感じなので、僕はめちゃくちゃ推しているというかおすすめですね。であとはマランタが置いてあったりとか、シンゴニウム、ベルベットがブラックベルベットが置いてあったりとか、さまざまなものをまずは、ご用意させていただいた感じになっています。こんな感じが前日の昼間になります。パキラミルキーウェイですね。一つは売約済みという形になるんですけど、あと一つはまだあるので、これも今後オンラインで展開できればいいのかななんていうふうにも思っている次第です。ちょっと落ち着いたらオンラインの方やらせていただこうと思っています。こんな感じで上はレトロのシャンデリアがあります。バイバイっていう風な感じでこう手を振ってみたんですけども、見えますかね。はい、ここにねハンギングとかもしています。
こんな感じのお店が出来上がりまして、当日オープンの4月9日はこんな感じでした。お花や、プレゼント、応援メッセージ、コメント、DM 等をくださった皆様、本当にありがとうございました。そして、手伝ってくれた、友人や家族にも本当に感謝しています。そして何よりも、当日来てくださった方、まあ、土日来てくださった方にも本当に感謝しております。正直想定してた以上のですね、お客様が、来てくださったので、僕も結構テンパってしまったところとかもあったかもしれないですけども、きちんと癒しとハッピーをシェアできていたら嬉しいなと思っています。全然できてなかったよっていうふうに思ったら、ぜひコメントしていただければちょっと改善をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。という感じでですね、今後も YouTube、ちょっと面白い形のなんか一日の流れとか、限定スタッフの一日の流れとか、なんかそういうのもね、いろいろ撮れたらいいかなというふうに思っておりますので、YouTube 企画的なこともねやっていきたいと思うので、楽しみにしていただければと思います。ということで、まずは来てくださった方、応援してくださった方、ご協力してくださった方、本当にありがとうございます。今後も、元気に皆さんと一緒に、癒しとハッピーをシェアできるように頑張っていきますので、グリーンバイブスマンおよびグリーンバイブスの応援をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。グリーンバイブスマンでした。バイバイ。